日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミリーマートの大阪王将大阪王将コラボ餃子とピザサンドを食べたいと思います。以前に向こうにファミリーマートのお手紙餃子みたいな感じでコラボしたのを食べたことあるんですが、それがピザサンドになってどうなるんでしょうね。確かにニンニクの香りはしていて、いかにも餃子といった雰囲気はあるのですが、まあ、どちらも小麦粉だからなぁ、似たような部分はあるのかも。ではいただきます。香りがしっかりしてきて、噛んだ瞬間にお肉とあんの旨味が口の中でぶわっと広がってきて、まさに餃子の味わいでしたね。お醤油とかラー油とかなんかそういうのが欲しくなるようなピザサンドでした。あ、でもそれはただの餃子になる。生地はもっちりしているので噛み応えがあり、通常の餃子の皮とはまた違った美味しさがありましたね。なんかもうこれでピザ普通にサンドじゃなくて普通のピザで食べたくなるような、そんなに餃子あんです。でも美味しかったので餃子を好きな方にはおすすめできますね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただきお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。